吉田さん、うん、今日は我々、うん、ちょっと場違いな大きなビルに来ましたが、ついにあのコンビニに呼び出されちゃったよ。何か心当たりは？まあいろいろ言っちゃったからね。そうですね、行きますか。行こう。広ですね、受付。うわ、あっちか、あそこは受付ですかね。受付だね。あ、ちょっと行ってみようか。あ、受付って書いてある。受付が今無人なんですね。というわけで江頭さん、はあ、呼び出されたコンビニとはファミリーマートなんですよ。ちょっと会議室でもうお待ちみたいなんで、うん、行きましょうか。ちょっと行ってみようか。はい、ここの部屋ですね。失礼します。はい、どうぞ。あ、江頭2時50分です。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうも。今日はどうもありがとうございます。わざわざ来ていただきました。あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、商品本部で加工食品とお菓子を担当してます、横田と言います。あ、横田さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、同じく、菓子のスナックを担当しております藤井と申します。あ、藤井さん、よろしくお願いします。今日、わざわざ、お越しいただいたんですけれども、普段映画チャンネルさんで、あのファミリーマートの商品たくさん紹介していただきましてありがとうございました。ファミチキでは厳しい評価やばい。あれめちゃくちゃ、もう僕ら大好きです、はいはい、僕らは本当に大好き。ちょっと待ってください。ブリドさん、はい、あれ何点だったっけ。55点です。やばい。けどちょっと待ってください。僕ファミマの菓子パン大好きなんですよ。そうですね、確かに、はい、メロンパン、白いチョコレート、はい、メロンパン、デニッシュ、あれ満点ですよ。僕ら本当に好きなんですよね。本当に好き。あとコンビニの中でファミマが俺一番好き。これマジですよ。いつも詰めてます。はい、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 なんか信憑性がないのかな。すぐ目そらされた。本当ですよ。ファミリーマートの菓子パンレベル高いよ。ファミリーマートの菓子パン完璧、めっちゃくちゃうまい。そうなんすか。ファミリーマートのコンビニパンが大好きなんだよ。レベル高いぜ。で、実は今回そんな江頭さんに、お願いがありまして、わざわざ来ていただいたんです。お願い。お願い。何ですか。映画チャンネルさんとコラボしたポテトチップスを作りたいと思いまして。映画チャンネルで。ポテトチップスを作る。はい、それをファミリーマートさんで発売するっていうことですか。そうです。めちゃくちゃ面白い企画じゃないですか。マジ？すごい。いいんですか。ぜひお願いしたい。すごい。今回江頭さんとバーサスブリーフ団という構図にして。江頭さんのプロデュース
する味と、ウリーフナンさんがプロデュースする味の2種類の味を発売したいと考えております。おお、ブリーフダウン味もいいですか？ちょっとそれはやめた方がいいんじゃない？いや俺だけで大丈夫？それどういった経緯で？いやそこめちゃくちゃ気になるの。なんで俺たちだったんですか？日頃こう開発をチームでやってるんですけど、まあ、その中で、エガチャンネルとコラボしたポテトチップスを発売したら面白いんじゃないかっていうチームの中で発案があったんですね。ただちょっと私としてはあの弊社の商品を江頭さんが PR しているイメージがどうしてもちょっとイメージが分かる。おいおいおいちょっと一度あの話を持ち帰る。よくその笑顔で言えるよね。確かにね、ファミマさんと江頭さんはやっぱね、そんな愛入れないですから。ちょっとなので話を一回持ち帰って上司の横田に相談をしたんですね。そしたらちょっと横田をはじめ周りの、 あの男性の同僚なども結構エガチャンネルを見てる人が多くって、すごいエガちゃんを推しっていうところで絶対面白いですよって話をあたおかあたおです。おおおおおファミマに行った、あたおか見行って、本当にお菓子よ。うわ、横田さんはあれですけど、藤井さんはあんまり乗られてない？いや、そんなことないです。いやもう無理やりじゃない、もう無理やりだもんな。上司が言ってるからそう渋々みたいな。正直言いますと、藤井は、映画チャンネル全く見たことがない。ふざけんじゃねえよ。なんで見てくれないの？それは現実ですよ。江頭さんのイメージが、めちゃイケだとか、アメトークだとか、ちょっと過激な頃のイメージで止まってるんじゃないかな。なんでこう江頭さんとのコラボっていうのが、良くない反響を及ぼすんじゃないかなっていうのが生活かかってるからね。そっか、分かった。いや藤井の意見もめちゃくちゃ分かる。だけど逆に燃えてきましたよ。おう、やってやろうじゃないの。エガチャンネルポテトチップス売りゃいいんでしょ。売ったら俺のイメージ180度変わるんじゃない？そうかもしれないですね。おお、またダメか。ちなみにどれくらい売れたらみたいなのとかってなんかあるんですか？そうですかね、はい、今回はファミリーマート1店舗について、江頭さん味の、を12袋、ブリーフダウンさんの味を12袋、合計で24袋を売る予定にしています。1店舗につき24袋。そうです。これ1ヶ月で売れたら大成功です。あ、そうなんですか。店舗からなくなったら24袋が、これ2週間だったら大成功ですね。おお、2週間。そしたらあれですかね、藤井さんもちょっと認めてくださりますか？そうですね、かなり難しいとは思うんですけど、まあ、できたらかなりすごいです。おお、2週間。じゃあ1週間にしようか。1週間で売り切る。そしたら無事俺のこと認めるよ。なんだよそれ、無理だっていうような目やめて。1週間。ああ、1週間で大成功なんですよね。はい、なんで短くしたのこのくらいできるでしょう。大丈夫ですか？やってやろうじゃねえの。藤井さんの顔が曇ってだから嫌だったんだ。ポテトチップスの味とかっていうのはこちらで決めるってことですかね？これから、はい、江頭さんなんかこんな味とかっていうのってなんかビジョンとかあったりします？
ガメ味とか。タガメ味？あとローション味とか。ローション味？そうそう。あの皆さんちょっと顔見てくださいよ。絶対違う顔しますよ。オファーしたの失敗したっていう顔。味についてはまあまたこっからちょっと考えていくとしまして、江頭さんこちらはじゃあやるということでいいですか？やりましょう。で本当に1週間で売り切るということに公約しますか？公約しましょう。おお。じゃあ。売れ残ったらどうします？映画チャンネルで買い取ろうよ。と、もう手売りまたなりました。手売りまた。よし、映画チャンネルポテトチップス1週間で売り切る。これでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こうして江頭さんとブリーフ団の商品開発の日々が始まった。ファミマさんとの話し合いを何度も繰り返した結果、江頭さんは激辛担々麺をイメージしたポテトチップスを、そしてブリーフ団はブリーフ団カラーをイメージした黒胡椒系の味に決定。これだとなんか俺はね思うんだけど、パンチが足りない、辛さが全然足りないような感じがします、はい、俺辛いの苦手なんですけど、それでも全然辛さが足りないと思うよね。ちょっとやっぱりお子様も食べられるかなっていうところがあるので、お子様いらないんじゃない？お子様いらないと思うんだよ。だけどなんか足りないな。なんですかね。何をどうしたんですか。山椒を入れたりするとか。そしたら激辛シリーズやってた。しびれですね。結構こう近づくよね。じゃん！いやー！エガちゃんです。おい、ファミマの店長、スタッフ諸君、お前らに一言物申す。いつもお疲れ様。ポテトチップエガチャンネル今度発売するから、お前らいい場所に置いてくれよ。頼むぜ。売り上げアップやるぜ。あ、バイトの時間だ。一応横田さん、はい、藤井さんも食べてんだよね。それでこう改良してきたんだよね。だからなんつったらそのちょっと出筋というかに出しちゃってるのかもしれない、ね、なるほど。個性というよりも、いや、個性がなかったら、はい、エガチャンネルで出す意味ないんすよ。そうですね。うん、じゃあ、お風の方から食べたいんですか、はい、もうちょい辛い方がいい。結構、うん、行こう。ありがとうございます。あ、ちょっとすごい、本当に担々麺すごい悪いけど、俺の方が勝ったな。ということで、ファミマとコラボしたエガチャンネルポテトチップス完成しました。今回は、うん、江頭さんがプロデュースした味とブリーフ団がプロデュースした味の2種類を発売するということでして、そうだ、ね、発売日がなんとこの動画を公開した翌日2月6日火曜日になります。おいよいよ明日だね。長かったな。長かったですね。いや本当に何度も何度も試食して、何度も何度も作り直して、もう結構
大変でしたよね。そうだね、はい、でも江頭さんが、うん、わあしてほしいこうしてほしい言うから、うん、ファミリーマートさん大変だったと思いますよそうだったかなパンチにこだわってましたよね。そうですねけどさ、はいはい、妥協したくないじゃん。まあ、もう美味しいもんを作るためにはしょうがないんだよ。まあまあそうですね。あたおかを喜ばしたいじゃん。けど本当みんな喜ぶんじゃないですかこれは。そうだね、はい、藤井さんを見返してやりたいねそうですね、これ、1週間で完売させると言ってしまいましたからね。そうだね、あたおか明日だぞ、明日ファミリーマート行って買ってくれよ、はい、一応これ確認なんですけど、うん、江頭さんのプロデュースのものと、うん、ブリーフ団プロデュースのもの両方を1週間で完売させるっていうことですね。そう、お前ら、はい、俺の足引っ張んなよ。いや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 美味しいんで大丈夫です、はい、というわけでついにパッケージもできたようなので、うんうん、江頭さんが考案したポテトチップスを改めて発表してください。じゃあ俺が紹介するポテトチップスはこちらです。じゃん、江頭2時50分監修俺好みの旨辛担々麺風味ポテトチップス。美味しそうでしょこのパッケージ。わしらーって言ってますね江頭チャンネルで激辛担々麺あったじゃん。あの地獄の担々麺の死闘、あの死闘をイメージしたんだよ。死闘やばいじゃないですか。いや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 、大丈夫。僕も食べれてないですからね、江頭さんとオラキオさんだけが食べられた。そうだね、あの味が再現されてます。大丈夫大丈夫、うまもついてる、うまからだ、うまもついてる。どうですかこの味は。もうね、ちょっと言っていい、はい、こんなポテトチップスあっていいのって感じです。本当ですか。本当に。これはいい匂いだな。ちょっと俺から食べるよ、はい、おお、結構赤いね。そうですね、うん、辛そう、辛そう。じゃあいただきます。うましらうわうわパンチすごい辛いけどうまい。あとに引く辛さ、次から次に食べたくなっちゃう。江頭さんはもうこのパンチが欲しいってすごいこだわったじゃないですか。そうだね、出てますかパンチ。もうめちゃくちゃ出てる。こんなポテトチップスあっていいのって感じ。夢グループみたいにやないか。リフさん、ちょっと食べてみるよ。はい、いただきます。うん、うまい。担々麺のラー油とごまのすっごい香りがしますね。わかりますね。パンチはめちゃくちゃ食うんですよ。こっちだから食べやすいですね、やっぱ。わかる人ですね。いや、もうしっかり担々麺の味で、うん、でもパンチがやっぱ効いてます。わかるね。ただ辛いだけじゃなくて、そうだね、担々麺っぽさがこれごまとラー油の感じっていうかね。そうだね、はい、これはあたおかの皆さん喜ぶんじゃないですか。そうだね、これはコーラと、もしくはビールと、ちょっと食べたくなるね。いいですね。これファミマに並ぶんですよ、江頭さん。うわちょっと夢のようだね。俺写真撮りまくって LINE で送りまくるよ。ちょっと楽しみですよ、ね、だって俺たちの作った
ポテトチップスが並ぶんだよ。これちょっと夢のようじゃん。そうですね、楽しみですね。じゃあブリーフ団がプロデュースしたポテトチップスを、はい、はい、僕たちが作ったポテトチップスはこちら、ブリーフ団監修ドーンと黒胡椒チーズ味ポテトチップス。おお、絶対切るところが違ってくる。これはあの僕らの全身タイツの色、黒をイメージしたガチで美味しいポテトチップスを。じゃあ食べてみますか。はい、はいはい、お、なんか匂う。お、いや、黒ごまの匂い。これは食べるの初めてですよね。そうなんだよ。ああ、うわ、すごい。ちょっと見た目はね、なんか黒髪の塊。いや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 、なんてことですか。両方乾杯するね。味はね、最高ですから。もうめちゃくちゃうまいですから。いいですか。じゃあ食べますよ。はい。これですね。うわ、真っ黒。完全にカビです。黒胡椒が肉になるから。はいはい。じゃあいただきます。はい。うまい。うまい。おお。これうまい。ああ。ちょっとセットで買ってもらいたいと思った。いいですね。こっち辛いから、はい、こっちそんなに辛くないじゃん。交互に食べたらめっちゃうまいかも。ああ、いいですね。これは藤井さん見返すことできるな。食べた瞬間、うん、中に入れた瞬間チーズがバーッてきて、そうだね、黒胡椒が、あ、ちょっとビールのあてにもう最高かもしれない。いいですね。なんかどっちもあれですけど、旨味がありますよね。あ、本当にそう、コーツつけがたいっていう、これどっちも。そうだね。これはどうです、はい、この味完璧ですね。完璧な味が出せましたか。やっぱり妥協しなかったのが良かったね。そうですね。伊藤君とかどっちも食ってないんじゃない。あ、僕、はい、僕何も。おお、どっちも食べてない。伊藤君ちょっと食べて、いいんじゃないですかね。はい、もう素直な。はい、いや、どっちからいく。じゃあ担々麺から。担々麺からいいですか。うん、これ、うん、いただきます。あ、辛いですね、結構。辛いよね。結構辛いですね。うん、あ、でもめっちゃ美味しいです。あ、本当。はい、自然と2枚目。自然といっちゃう、まそう。あ、そうだね。2個すぐいったもんね。はい。私も。どっちがうまいか、はい、うわー、うまそう、いいやつ。あー、うん、こっちもめっちゃうまいです。でも、これも2個いったね、すごい。本当に、なんかどっちも買ってこう行きたいぐらいですね。そうだね、こっち食べたらこっちもうまくなるしみたいな。そうだね、交互に食べたくなるよね。伊藤君的にはどっちか聞いとく、はい、聞いてみる。うんうん、どっちだっていう。いや、正直なんだ。正直、もう一枚ずつ食べてもいいですか。はい。もう一袋どっちかもらえるとしたら、はい、うん、はい、上だ。おい、これはだけど視聴者は影響力あるよ。全く食べてない伊藤が食べるっていうのはやばい。やばいな。12袋ずつあるんで、うんうん、まあ、どちらも一応完売を1週間で目指すということですね。そうだね、はい、まあ、というわけで、うん、こちらが明日2月6日から発売とということで、うん、1週間で12袋ずつ、合計24袋完売できるかと。1ヶ月で売れたら大成功って言ったんですよ。そうだね、2週間で売れたら大成功。うん、いや、結構大変なんじゃないですか。だから言うんだよ、だから。
が伝説なんだけど。ということで、頭のおかしいお前ら、味は間違いないから旦那に行って買ってくれよ。一緒に伝説作ろうぜ。お願いします。